おー、できた。鹿間町でしか食べられない運命もの用意して待ってっからよ。これ見たことないよね。でもごぼうってきんぴらぐらいしか。ごぼうサラダ、あね、ね。美味しそう。わあ、うめえもんだー。うん、なし込む。わあ、うまさ、やってきました。最後はここでしょう。カッパの湯ね。実はね、今回第2弾の YouTube なんですけど、第1弾収録終わった後プライベートで俺来ましたから、ここにねカメラないのに。今日は一応ラストこのシーンということで、いやーどうしよう、そんなわけでカッパが、あら楽しみ、今日汗かいたしね。はい、スタッフもみんなで入りましょう。カッパッパールンパッパー、いいね。カッパの湯、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 いやー、カッパッパー、カッパッパー、カッパッパー。お、ちょっともういらっしゃってます。いや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 、来ちゃいました。なんかね、カッパから言われてここに来るようにっていうことなんですけど、聞いております。ありがとうございます。話が早いですね。安田さんはこの代表の方ですか。はい、そうです。ありがとうございます。プライベートでもお邪魔してて、僕サラリーマンやった時もよくここで休んでました。そうでしたか。じゃあちょっと早速お風呂に行くってことですかね。いや今日汗かいたんで行きたいんですよ。いい風呂が待ってますので。まあやりました。どんな風呂ですか。どんな風呂。露天風呂です。露天風呂で温まるし疲れが取れます。最高ですね。いやじゃあ鹿間町を満喫したいと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。ご案内します。ですよね。あらちょっと、あ、すいません、先客のいらっしゃいました。いいっすか、混浴いいですか、混浴。いやー、あー気持ちいい。はい、完成しました。どうも。あー、仙台市民で。仙台市民で、はい、私も一応仙台在住ですから。いやでもこれカッパの湯って、お店どのぐらい経ちます？何年？もうね、食べ過ぎる前から来たことあるんですけど、はいはい、ここはね、下のお風呂もいろんなこうジャングルとかあって、はい、いいし、ここはもう、ここに入ってきて、とりあえず、トラミとかも最高に元気で、これまた休むスペースも結構広くていいですよね。もう、湯渡りしないいいお風呂だ、これ。あの、温度もそんなに暑くないから、入ってられますもんね。結構全然いいですね。でもやっぱりこの鹿間って仙台に住んでるとめっちゃ難しい。道関係は分かるんですけど、何があるのかなって思っちゃうことないですか。ここは分かりにくいですよ ね。でも来てみるといろんなものがあってびっくりするなと思って。設備もすごいいいし、食べ物美味しいですね。あ、もう中心はそうですよ。南と山形ちょっと上がります。はい、はい、ありがとうございます。また別の風にやってまいりましたけど、これはこれでね、階段もいいですね。ああ、ここ僕初めて入ったから、あーいい音、いい、館長、はい、このお風呂の説明してもらっていいですか。それはですね、体が不自由な方とか、あとは1歳半未満の赤ちゃんがいる方が利用する、はい、あの風呂なんです。貸し切りのお風呂なんですね。そうですね、限定なんですけども、今回は特別にという、はい、一応こういう動画見て入ったりっていうのは、いろいろとね、条件があります。よろしくお願いします。で、もう温泉はもう本当に無色透明で、はい、すごくね、肌触りがいいんですけど、どんなことなんですか。これはですね、アルカリ性なんですけど、はい、神経痛とか尿痛効くんですね。なるほどね。炎症の方もそちらの方も基本的に効くと思います。はい、そういう方には効能があると言われてるんですね。あんまり熱くないので、一気に変えますね。確かに言わせると効くんです。
いやでも今日本当にいろんなところに行っていろんな美味しいの食べて、しかも暑かったんですよ、はい、もう汗だくだくになってきてね、もう最高ですね。ありがとうございます。すっきり、来た。いやー、風呂入った後さ、こうやって大広間あんのいいよねー。ちょっと待って、あれ、高橋さんじゃない、なんで？どうも、久しぶりでした。いや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 。え、お父さんたちどんな感じなんですか？すぐにお友達になったんですよ。なりそう。以前ね、ちょっといろいろとお話させていただいて、はい、よろしくお願いします。あらー、すごい、高橋さんの周りで男3人ですね。あ、そうなんですよ、ちょっとモテちゃって。すいません、すいません、すいません。獣道探すなんか大変だって言われてるものがそこら中にありますからね。鹿間町ってもうサファリパーク。家族みたいな付き合いですけど、はい、どのぐらいの付き合いなんですか？3ヶ月え、3ヶ月ぐらいでこうなるの？もうそうですね。いやー、お元気ですか？あ、お元気です。ねえ、風呂入ったの？あ、はい、さっきあの、あら、かけ流しで、はい、ね、お父さんもさっき一緒に入られたってこと。そうそうそう、出なかったよね。裸の付き合いだから。裸の付き合いでね、お父さんもね。ああ、よく来るんですか？なんかお父さんに聞いたらよく来るって話で、よく来ますよ。お友達が来るんですか？え、一緒に、一緒に。あら、いい仲間だね。はい、高橋さんは、今何やってるんですか？あ、今私、あ、発酵教室っていうのをやらせていただいてて。発酵教室？はい、あの、まあ、ぬか床だったり、ザワークラウトだったり、世界の、まあ、そういうものを鹿間町の町民の方や町外の方と、鹿間町の生活改善センターって、あそこでね、はい、そうです、そうです、はい、でパンを焼いたりとかして、で全然パン作ったことない方も、まあ、家でパンを焼いて、あ、売れるぐらい美味しいよねって言ってもらえたって喜んでたりとかして、なんかすごく楽しんでもらえてます。はい、はい、麹調味料とか今流行ってるじゃないですか。塩レモン麹とか玉ねぎ麹とかトマト麹とか、はい、いろんなものを作ったりしてます。あとは奄美大島の乳酸発酵ドリンクのミキとか米とさつまいもだけで作ったりして、で調味料にもなったりする。スーパー素晴らしいものなんです。いや、この話じっくり聞くにいくのもいいですよね。すいませんね、さっきお会いしたばっかりだった。だんだんトークしてしまって、まあ、本当に申し訳ございません。僕も高橋さんもずっと喋ってるから、なんか座禅でお話してね、ごめんなさい、すいません、ありがとうございます。いつからの付き合いですか？まあ、もう隣同士だから。あら、幼馴染み？もしかして幼馴染み？90歳だ。え、90歳なの？嘘、ええ、そうだよ。若っ。発酵食品いらないしね。いらない。いらない。なことはないですよ、ご自身の活動なんですから。秘訣ってあるんですか？発酵食品ですか？多少でしょ。秘訣はないんじゃないですか。自然に生きていればいいんじゃないですか。深いわ。もういくつなんですか？78。え、秘訣は何ですか？はい、私も自然に生きてる。出た。なんだよ、もうこの隣同士も、ね、そのペースじゃないですか。だから、毎日こうしてシカゴのね、温泉さん、お世話になって、いや、そして入ってるから、やっぱ後輩が運転して、ね、誠にありがとうございます。先輩は、いや、だ、発酵食品加えたらもう最高ですから、自然に生きることです。俺もね、ちょっとね、しびれてますよ、今日喋りすぎた。お疲れ様でした。ああ、もうちょっとやっぱりこう鹿間の自然っていうか、風に揺れたらそわそわっていうぐらいで喋った方がいいなと思いましたね。本当、先生ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあもう一回風呂入りましょう。いやー、今回も鹿間町見どころ盛りだくさんでしたね。まあ、第2弾全4話ということなんですが、まだまだ魅力はたくさんありそうでございます。ただいいもの、おいしいものをいっぱいいただいて汗かいて、最後にカッパの湯で汗をこう引くっていうのはね、最高のエンディングですね。ただね、カッパのふるさとって言いながらカッパに会えなかったのが残念なんだな。今度はぜひね、カッパをね、生け捕りにしたいと思いますよ。それではまた、ワキワキワキ。みんな入ったか。いやー、いやうわ、いい写真。たまにカントリー州があるのもいいやね。そうなんですよ ね、カントリー州。
ロードカントリー集で歌うのよ。歌われるあんま好きじゃないの。おー影山さん、いや、ちょっと出会いの仕方がなんかぎこちないですか。そうっすか、ちょっと大丈夫っすよ。だって前回もテンション高いですもん。もう今自らワープも仕切ってくれるぐらいまで。これでラペ作るっていう。ラペって何じゃん。何ですかって話。ちょっとダメだったら辻穂って全く後ろじゃないですか。桃田さん、はい、あっちですよ。いや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 、捕獲されないね本当に。マジで今から何個取るの。5個取る。モテるか5個大丈夫か。奥さんはとにかくスタッフに食べさせたいみたいで。そうなの。だって、ね、そうだ、ね、美味しいの自分だけでダメでしょ。いや、そうなんですけど、何分けっかな。僕も別に見せびらかして食べてるわけじゃないんで、ね、ごめんなさい、あの仕事でやってるんで。僕もみんなで食べるのが好きですよ。なんか長物の野菜がいい感じ。やっぱ長いものには巻かれろってね。自己紹介を。いやいや、自己紹介、自己紹介。私、映ってないと思ってんですか。昨日、一応昨日から来たんだ。昨日の今日でここ。かなりハードルが高いですよね。名称は何かあるんですか。きんぴらとたらこあえて。きんぴらたらこあえでいいですか。はい。あ、わけがき、急に来るんですね。パパラッチみたいですよ。あ、ちょっとワッキーさん横に立ってもらって面白いね。ありがとうございます、ね、ワッキーさん。すごくいい方で。発酵させてパンを焼いたりとか。うん、それの学校で教えなかったの？うん、学校で教わりましたっけ？さよなら、バイ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 、さよなら、バイ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 、ごきげん、うるわしゅー。ワキワキワッキー、ワッキー影山です。